今日もご覧いただきありがとうございます。エンタメは生きるモチベーション。エンタメウォッチャーの今なにです。世界初の原子爆弾を開発した原爆の父として知られる理論物理学者ロバート・オッペンハイマーの生涯を描いたこの映画、オッペンハイマー。電気映画としてはすでに歴代1位。第二次世界大戦を扱った映画としても歴代1位となった本作。現存する 映画監督の中では一番好きなクリストファー・ノーラン作品ということで2020年公開のテネット以来公開を待ちわびていた一人ですこの映画に関してはたくさんの優れた解説動画考察動画が出ているのでぜひそちらを参照していただければと思いますこの動画では日本人であり59歳女性の私がこの映画を見て何を感じたか どう思ったかということだけを喋っていこうと思いますので、特に私のように周囲に見てる人間がおらず、誰とも分かち合えないよという方、よかったらコメント欄で感想を教えていただければと思います。この映画は学生時代、しっかりお勉強した人、偏差値が高い人以外は、しっかりと予習してから行った方が良さそうですね。もちろん私もしっかり かりと予習してね、まあ、いろんな動画を見たり、記事を読んだりしてから、鑑賞いたしました。オッペンハイマーについては、ウィキペディアレベルでいいと思うんですけどもね。あとはまあ、量子力学とか、アインシュタイン周り、第二次世界大戦の時系列を、今一度整理してから見ると、すんなり入ってくると思います。 あとは英語ですね。校長会、聴聞会の場面は字幕を追うのに正直必死だったし、違訳も結構あったので、英語の勉強のモチベーションがすごく上がりました。そのセリフのニュアンスのまま理解したいと。これまでに2回見ているんですが、見終わってすぐはもうこれまでにない方針状態になりました。もう何も考えられない状態っていう状況でしたね。 いや本当に映画鑑賞ではなく特に IMAX で見ると映画体験というかオッペンハイマー体験。そしてこの映画、鑑賞後一言感想なんてもう絶対言えないよっていう難しいやつなんですよね。なぜならば様々な視点、立ち位置からの感情が押し寄せてくるから。ここからは完全ネタバレも含みますのでできれば アイマックスシアターで見てからまたた戻ってきてきいいだけると嬉しいですまずはノーラン監督の思惑通りこの男の中に入ってしまうという感覚この世界はほんの一握りの天才と政治家が動かしていてそれ以外の99%以上の人々は我々庶民うぞう無ぞうの存在。 その本の雨粒の一つにもならない私がこの天才科学者オッペンハイマーの思考や行動なんて理解できるはずもない寄り添えるはずもないそれなのに気づくと私の視点は完全にオッペンハイマーサイドになっているというところ終盤は彼の苦悩をリアルに苦しく思う自分がいました冒頭から入るオッペンハイマーの脳内映像とも言える抽象的な映像が 印象的な音とともにこれでもかと見せられたことで簡単に脈拍がオッペンハイマーと同期して彼の中に入れたような気がします核の連鎖を予感させるような池に落ちる雨粒そしてその波紋量子力学の世界ビッグバン闇と光そして美しすぎる宇宙のような彼の青い瞳 オッペンハイマーの人間臭さは随所で描かれていましたけど、私はロスアラモスで軍服を着ている時に、それを指摘されるとすぐに私服に着替えたところ、その柔軟性に結構驚いたんですが、現代におけるマグニフィセントセブンの創業者たちと似たようなカリスマかつ柔軟性がありますよね。彼が吸うタバコも物言わない時も、 タバコの吸い方が彼の心理状態を表していて秀逸でした一番威厳を見せたい時はパイプだったりねハットの使い方もとても印象的でしたロスアラモスの家にキッチンを作るのを忘れるほどまさに変な家自分の興味のないところには徹底的に興味がないんだなっていうのも彼を象徴しているし食べることにも本当に興味がなかったらしいですよね なので、キリアン・マーフィーはかなり過酷なダイエットをしたらしいです。食べ物を人からもらって食べるシーンもそれを象徴していましたね。かろうじて補給しているという。ともかく、この映画から見るオッペンハイマーは、天才な部分、曖昧な言動、ストローズを軽くディスっちゃうような愚かな部分も全部合わせて、人間臭くて魅力的な人物。 さらに私が、まあ結婚も出産も経験しているわけなんですけれども、まあ女という立ち位置から余計に寄り添ってしまう女性登場人物の視点。妻キティ、そしてオッペンハイマーがバークレーで教職をしていた頃から恋人だったジーン・タトロック。天才すぎる我が夫が特殊かつ重要な国のための仕事に邁進する傍らでストレスを抱えていく様子。 子供が泣いているのに解決しようとしない場面はもうわかりすぎるだけに見ていて辛かった。また、寺院の存在を知ってから始まったとはいえ、寺院の愛に応える夫を目の前で見せられる悲劇。弔問会でオッペンハイマーが寺院のことを語る時の幻想の交わりのシーン。上にまたがる寺院のキティを見るねっとりとした挑戦的な視線。 それを受ける妻としての耐え難い屈辱と苦しみ、キティの孤独はさらに彼女を強くしたことでしょう。精神科医でもあり、共産主義者ジーンは自殺をしたのか、FBI などの組織に殺されたのかは、その両方を匂わせる場面で見せていましたね。いずれにしても、亡くなったことを聞いた時のオッペンハイマーを見ると、彼は彼女を愛していたんでしょうね。彼女というより、 彼女の知性と自分に似たところのある本質を愛していたのかもしれない。いずれにしてもオッペンハイマーは頭のいい女が好きだったというのはよくわかりましたよね。弟の妻とかそうでない、知性的でない女を馬鹿にするくだりもあったし、男だけのメインの科学者チームに女性を一人登用するところとか、まあ日本じゃここから50年経っても全然ですからね。まあそこら辺からも オッペンハイマーの女性に対するリスペクトも感じます。映画の中では、主にジーンと妻キティの関係が描かれていましたが、それ以外にもたくさんの浮き名を流していたらしく、共産党のパーティーの場面で出てきた金髪の女性とも関係があったようですね。でもそれなのに、女性視点で見ても彼に嫌悪感を抱かないのは何でだろう っって思ったんですけど、ね、まあ天才すぎるからっていうのもあるし天才なのにものすごく人間臭いというかダメな部分もしっかり見せているところでしょうね。ジーンは行為を中断してヒンズー教の聖典の一つバガバットギータをベッドに持ち込むそして我は死なり世界の破壊者なり という一節を読ませるここでオッペンハイマーは破滅と交わる破壊者となる最初の儀式そしてその共産主義者である寺院に別れを告げた後に聞こえてくる喝采の足音序盤ではこれ何の音だか分かりませんでしたけどねただただ恐怖を煽るようなたくさんの足音。 広島長崎に原爆が落とされた後に、ロスアラモスの人々がオッペンハイマーを称賛するための喝采の足音。この映画の中で私が一番恐怖だと感じたのがこの音であり、原爆投下成功を称賛する庶民である人々。いつの世も犠牲になるのは、 像に踏まれるアリのような存在としての庶民。そして天才のメンタルを破滅に導くのも、この庶民の無責任な声であり、称賛であり、非難。この原爆投下によって何十万もの一般人の犠牲が出ているのに称賛するこの狂気。現代の SNS でも、原爆のようにコストをかけずとも攻撃ができる、この状態とも酷似していると感じます。 自分もこの時代のこの国に生まれていたら、きっと同じ意識で足踏みを鳴らして彼を称賛していたことでしょう。それがこの映画最大の恐怖でした。そして日本では半年以上公開の遅れた本作、東方東話からは配給されずに、ビターズエンドからの配給となりました。 まあここには特に被爆者関係者であればセンシティブな意見があるのも当然だと思いますが今の時代に改めて戦争について核について考えなければならない我々はいつでもすぐそばにその脅威があるということを知っておかなければならないという点からもこの映画は一億を担っていると思います喉元すぎれば暑さ忘れるという言葉がありますがまさに ウクライナでまだ終わらない戦いを報じるニュースを目にすることは今やほとんどありません。最初の数ヶ月は支援だなんだと一般庶民も騒ぎ様々な悲惨な映像を目にしそれが日々報道され我が国も強い勢力が近隣にあることで心配するような流れもありましたが、まあ、今ではそういった映像も見ることもなく 政治家の裏金とか、くだらない失言とか、ドメスティックな話題ばかり。でも戦争、紛争は世界のあちこちで続いていて終わらない。だからこそこういった映画を見ることで、戦争時の人間の愚かな振る舞いや、両親の著作に苦しめられる人々、その中にあっても核の威力を知り反対する人々、敵対国が持つなら、もっと強いものを、と望む人々、政治家。 そういったことに触れることは生きている限り必要なことだと思います。ノーラン監督がこの映画を作ろうと思ったきっかけの一つとして、10代の息子さんが核のことよりむしろ気候変動による環境破壊の方が脅威だと言っていたこと、核に対する怖さを認識していないのではというのをインタビューでおっしゃっていましたが、確かにそうかもしれないですよね。 なのでこの映画はとても意義のあるものであり、日本人としてもしっかり見て感じたい映画。原爆投下場面が挿入されていないことに批判する意見もあるようですが、オッペンハイマーが広島、長崎の映像を見るシーンで顔を伏せていたことや、功績を称えられた演説シーンで被爆者を彷彿とさせる描写があったことで十分だと感じました。映画の中で印象的に出てくるこの絵は、 ピカソが1937年に反戦をテーマにしたゲルニカと同じ年に描かれたもの。腕を組んで座っている女。これは妻キティか、それともジーンか。芸術もこよなく愛したオッペンハイマー。まさにこの映画の時代背景とリアルタイムな絵画。言わずと知れたキュビズムの創始者であるピカソ。キュビズムとはこの絵のように 対象物とその接地面の関係を解体しできた平らな形の集まりを同じ層に並べて奥行きの感覚をなくしたりまた複数の角度から対象物を見た様子が同じ画面の中に表現され上から見たり周囲から見たりという視線の動きを示唆するようなずれ動くパターンとして描かれるもの。 つまりキュビズムは特定の視点から見たものを性的に表現するのではなく、見ることの運動性を喚起するものとも言われています。この映画は、焦ったカラーの映像、1954年のオッペンハイマーの弔問会がベースの場面と、モノクロの1959年、ストローズ視点での公聴会、 をベースとして、そこから遡って断片的に、そして時系列が交錯する形で展開していくわけですが、この場面展開、見せ方がまさにキュビズム的だなぁと、すんなりと時系列通りに見せるだけの電気だったら、3時間も見ていられませんよね。聴聞会、公聴会という会話劇の中で、そこにまつわる過去、エピソードが複数の角度から投影される、 まさにキュビズム的、芸術的な描き方。キュビズムのテクニックとして、明暗のグラデーションで立体感を表現する明暗法というのがあるんですが、光と影を印象的に用いることで表現されていた場面は随所にありましたよね。まあ通常、光といえば明るい、ハッピーなようのイメージですけど、この映画においては原爆の光、そしてその光に照らされた科学者、 そしてその行いと残虐性を見せているというカラー映像でもなんだか時代背景もあって薄暗い感じなわけなんですけれども脳内映像と爆発の時の色だけがものすごくビビッとすぎてそこの対比がこの映画にまた深みをもたらしていた点だと思います爆発の時は音もすごかったんですよね圧倒的な光が襲ってきてそこから静寂と オッペンハイマーのの吐息だけが数十秒続いてからの爆発音、衝撃この時間差、もう動機がすごかったです。映画では、オッペンハイマーが最初に人を殺めるためのもの、兵器を作ったのが青酸仮入りの毒リンゴ。ここの描き方は原作とは違うようなんですが、この時は、オッペンハイマーは夢にまで出てきてしまって、結局大学に戻り、 その毒リンゴを虫食いだと言ってゴミ箱に入れて阻止する。誰の命も奪うことはなかった。結果としてここでは罪を犯すことはなかったわけなんですけれども、その後トリニティ実験の成功を経てグローブスに自分もワシントンに行くというあの日毒リンゴを阻止したみたいに、もちろん区分されたセキュリティの中ではそれは叶わず、彼の使命は リンゴに毒を注入するだけ。そして原爆の父と言われた彼が原爆投下の成功を知らされるのは一般庶民と同じラジオからだった。オッペンハイマーの死因がアダムズアップル、喉仏の近くの咽頭が癌だったというのもなんだか皮肉。まあ、これは喫煙と飲酒のせいでしょうかね。オッペンハイマーの実験結果と成果は観客全員が 分かっているわけですよね観客全員は原爆がこの日本に落とされてしまうことを知っているだからこのガラス容器にビー玉が満たされていく様がその進捗をオッペンハイマーと同期している自分の視点はなんとかタスクがうまくいくようにと思う気持ちと日本人視点ではただただ恐ろしいと思って見ていました。これまさにリトトルボーイとファットマン 少しずつオッペンハイマーがこのガラスの器を満たしていき、最後にビー玉を入れるのはグローブス。そう、実行側の人間。だから彼一人が遂げたことではない。トルーマン大統領曰く、誰も原爆を作った人を恨まない。落とした私を恨む。そう言っていますが、この映画では犯人追及、責任追及はしておらず、一貫してニュートラルに、 ヒューマンドラマとしてオッペンハイマーの苦悩が描かれていました。靴売りから政治家になり上がったアメリカ原子力委員会の委員長ストローズ、オッペンハイマーをプリンストン高等研究所の所長に抜擢した人物、頑固で野心に満ちた男で、彼を傷つけたオッペンハイマーの言葉と水爆実験をめぐってオッペンハイマーと対立する。 恨み妬みそねみのパワーが彼の未見じは固く結ばれた口元から伝わってきますね天才を嫉妬した哀れな男ストローズ素人は太陽を求めてやられる力は影にとどまるものだ1954年の弔問会を裏で仕組んだのがストローズだと気づいた上院補佐にストローズが言い放った言葉 映画では苦しみながらも光の当たる道を歩むオッペンハイマーと裏で立ち回るストローズのコントラストが意識されている印象深いセリフでした。結局はオッペンハイマーの弔問会の方ではストローズにはめられてスパイ認定されてしまうわけですがストローズの校長会ではラミマレック演じるデイビットなど意外な証言が得られて形勢逆転に このあたりの描き方からラストにかけての流れも秀一でした。冒頭とラストに池のほとりで20世紀最高の物理学者とも評されるアルベルト・アインシュタインを同じ場面で違う角度から登場させたのもすごく効果的な演出。このあたりもまさにキュビズム的。量子は確率論的に振る舞うとする量子力学自体については神はサイコロを振らないと 会議的な立場を取ったアインシュタイン。1907年有名な式 E=MC スクエアードを発表。そして映画でも描かれている1939年、当時のアメリカ合衆国大統領であったフランクリン・ルーズベルト宛てにドイツが核爆弾開発をしているかもしれないという内容の手紙に署名する。その手紙とともに E=MC スクエアードはあらゆるエネルギーについて 成り立つ式であり、特に原子力に関係した公式ではないとはいえ、原爆はいわば特殊相対性理論と E ゴールズ MC スクエアードという公式をベースにした兵器とも言えるという意見もある。そのことはアインシュタイン自体が一番わかっていること。マンハッタン計画には関与しなかったアインシュタイン。我々は戦いに勝利したが、平和まで勝ち取ったわけではないと自制を促し、 たとえ国家が要求しても良心に反することはしてはいけないと心に誓ったと言います。戦後、日本の物理学者湯川秀樹は、渡米中にアインシュタインと会った際、アインシュタインは原爆で何の罪もない人々を傷つけてしまった。こんな私を許してくださいと涙を流しながら謝罪し、深々とお辞儀を繰り返したと言います。 だからこそ、この池のほとりでのオッペンハイマーとの会話の場面が生きてくる。破滅に向かって進んでいることを知った時の絶望。飛ばされた彼の帽子は、絶望に揺らぐ彼の気持ちのようでした。この場面にすら嫉妬したストローズでしたけれども、アインシュタインの心持ちは、それどころではなかったからということなんですよね。私はアインシュタインは本当に大好きで、名言の本も持っているんですが、 成功者になろうとしてはいけない、価値のある男になるべきだという名言、この映画を見てまた噛み締めています。プロメテウスは神に罰せられる、この映画の冒頭で出てきたオッペンハイマーを表すような言葉です。プロメテウスは巨人族の神、ギリシャ神話の最高神ゼウスに背いて人間に火を与えたため、コーカサス山の山頂で鎖に縛り付けられ、 恐ろしい罰を与えられた。生きながらに鳥に内臓を食べられるというもの。大統領、私は自分の手が血ぬられているように感じるのです。心からの正直な言葉を大統領の前で口にするオッペンハイマー。政治家がいかにも嫌いな弱気なセリフを吐く。オッペンハイマーの弟フランクがドキュメンタリー映画でロバートは現実世界では使うことのできないほど強力な兵器を見せて 戦争を無意味にしようと考えていた。しかし人々は新兵器の破壊力を目の当たりにしても、それまでの兵器と同じように扱ったと絶望していた。大義があったと信じている。しかし科学者として自然について研究することから逸脱して人類の歴史の流れを変えてしまった。私には答えがないと。これがオッペンハイマーのありのままの意見なのでしょう。この映画は、 彼を英雄にもしていないし犯罪者にもしていない。ただありのままに彼自身の生涯を体験することで私たちに深く考えさせる映画。そして2匹、いや数匹のサソリが今この瞬間にも瓶の中にいます。私たちはこんな世界の中で生きているということを改めて考えさせられた映画、オッペンハイマー。ということで、 映画オッペンハイマーの感想でした。ご覧になったあなたの感想もぜひコメントお待ちしております。引き続き4月期ドラマや映画もご一緒に楽しみたいと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録お願いします。 シニアチャンネルの方ではお金や暮らし、健康など老後不安をなくす情報を発信していますので50歳以上の方ぜひ遊びに来てくださいね。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。以上、いまなにでした。